どうも、くまです。シャドーバース実況をやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。さあ、いきなり格上から当たりましたね。ランクマッチ戦ロイヤルで潜っていこうと思います。さあ、ここはまあデモンストライカーちょっと後半に残しときたいが、ウルズも後半に残しときたい。まあ2枚引けるんで、まあ多少なんか変なの来てても大丈夫かな。あ、違う、先行か。間違った間違った。クイックブレーダー、うん、いいね。いや、なんかやたら引きが悪いな。隊長、任せてください。これクイックブレーダー頭殴ってくんねえかな。殴ってくんねえか、さすがに。どうしよう、行くぞ。相手もフォーレスナイトですね。お、頭殴ってきましたね。これサタンとか今いらないね。海の地上を守るのだ。悲しみを勝手にせる。まあこれで相手は盤面をまずは除去しなきゃいけなくなってしまった場面じゃないかなと。私がお守りいたします。いや、なんでこんなにあまり引きが良くないんだろう。これはやばいぞ、マジで。剣を掲げ。ああ、間違ったー。そっか、兵士じゃなきゃ進化じゃない、あれしないんだ。間違ったー。ちょっとシャドーバー飽きてきたな。これ勝てねえな。デッキ構成悪いのか。武装強化外してもうちょっと低コス回しができるようにした方がいいんすかね。いくらで雇ってくれるんだい。そんな、はいはいはい。ちょっと重いっすよね。まあ一個は武装強化してこっちも行くことなんすけど、いや、ここはこれ出しときたいな。いいもんだ。お呼びですかい。で、ホワイトジェネラル進化させちゃいましょう。どんな窮地もの師団の誇りにかけて。希望の光まだ。さあ、相手は結構あれだな、進化も残ってるし、結構オンパレードっすね。やれることオンパレードの状態ですね。まあ1進化したホワイトジェネラル買ってきますかね。立派な騎士を目指すのだぞ。ああ、なるほど。ん、あ、これランダムなの。あ、フォロワー一体を、あ、コスト1のなんだ。なるほどね。これ顔面殴りきますかね。顔面殴っとけ、顔面殴っとけって。ちょっと待って、考えよう。あー、やべ、やっぱそうくるか。あとはよろしくな。さてと、5、これ3上がるん、2上がるんで、4、9、10。まだ早いな。さあ、戦場をかけましょう。ただまっすぐに。そうだよね、足りないよね、打点が。そんな、師団の誇りにかけて。そんな、
合わねえな。我らの騎士団は不滅だ。悔しくなんかありませんわ。さあどうしますか。あ、ちなみになんでちょっと試合の途中からになってるかっていうと、4戦連続で、バグりました。しかも、勝ちが確定した状態の時に、なぜかバグが発生して、その理由は不明ですが、勝ちが確定したらバグが発生して、あのターン終了が終わらないみたいな、あるじゃねえか。なぜかは分かりません。さあ、これは進化して勝ちですかね。この子と一緒ならただまっすぐお見事です。はい、ありがとうございました。いや、久々に最後までやってもらいました。なんでちょっと一戦一戦切っちゃってたんですね。うん、勝ちが確定した時点でね、なぜか皆さん動かなくなるんですね。本当に何も言えねえって感じでした。で、さすがに、3戦4戦、動かない方が、しかもこちらの勝ちが確定してから動かない方がいたせいなのか、サーバーの問題なのか分かりませんが、おかげで、まあ時間がかなりもうないので、今日はちょっと一戦になります。で、最後に、チケット手に入れましたので、引いていきたいなと思います。いや、ちょっとね、このなんかなんでかターン終了が終わらないとか、そういうのがなくなってくれると、シャドーバースもうちょっとモチベが上がるんですが。さあ、いいの来てくれよ。アルカード。どれもいらなそうだな。ニュートラル。どれもいらないかな。あ、でもこれ、いいね。アルカード、失踪。あ、コス7か。あ、これはいいっすね。これはフィニッシャーに持ってこいっすね。いや、本当にね、このなんか価値格の状態から動かなくなるバグさえなくなれば、もうちょっと、やる気が出るんですが、今の現状では価値格から、まあ、動かなくなるバグが発生して、まあ、こちらが勝てずに、もうちょっと待ってもしょうがないんで、めんどくさいんで、私の方から終了してあげるという形になってます。すごく悲しいですね。はい。それでは本日以上となります。ご視聴ありがとうございました。